はい、どうも皆さん、こんにちは。キャプテンショータです。今回はね、いつもと違う動画を撮ろうと思って動画回します。まあ、いつも違うんですけどね。どうやら、編集スピードがめっちゃ速くなる設定があると聞きました。海外の、動画見てたら出てたので、これみんなに紹介しようと思って、早速、本当に、速くなるのか検証していきたいと思います。動画の後の方に、その設定をちゃんと教えますので、最後まで見ていただけたら幸いです。それではもう早速ね、じゃあちょっとクリエイティブに行って、その設定を見に行きましょう。これはね、今から見せるのは僕の普通の編集なんです。僕こんな、まあ早いんですよ。早くない？早くない？それではね、早速、秘密の設定っていうのを試していきたいと思います。負けないからね、キャプテン。俺 OKOK、okay. okay. どこ行った？どう、秘密の設定は。うん、早くなった。変身、やばいやばい。でも早い早い、秘密の設定、秘密の設定早い。やられちゃったよ。もう一回やろう。もう一回追加すからね。追加す、うん、さすがに2連敗はできない俺。 OK、 レッツゴー。レッツゴー。あ、危ない、落ちるとこだった。2連敗はしないよ、キャプテン。いった、うまっ。危ねえ。うまいな。うまっ、うまっ。編集早かったよ、マジで。決勝入った今、はあ、やられたよ。のうめえな、キャプテン。なんなる、あったまってきたっていうね。いいね。3戦目。何戦やる、キャプテン。5戦ぐらいでいいんじゃん。5戦。うん、AR ズレ、 AR ズレ、 AR ズレ型すぐにパーン、キンキンってできるからね。くそー、やられちゃった。 OK、 行こう。危な、やられるとこだったよ。早いな、風に。なんかやったの？うん、設定変えたの。なんか俺もキャプテンの動画見るからね、ちゃんと。いいよ。編集早くなりたいしね。編集早く入るってかっこいいもんね、普通に。それな。あれ。わあ、おお。危な。
いいんじゃない？やばくない？俺4連敗してる。普通にでも俺前でしょ。うまい。めっちゃ上手くなってるって、キャンペーン。ありがとうございます。いいね。見た。やれ。こっちだろ。ああ。ここ。そこ。危ない。痛い。ここでしょ。あ、変軸だった。あぶねえ。あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ、あぶねえ。許して。危ねえ。あ、危ない。え、どこ。危ないっすね。あ、負けちゃったよ。我慢キャプテン、何教えて設定。何その秘密の設定。設定はね、今度動画出すんで見てね。今日出すよ。今日出すから見てね。じゃあお楽しみに。びっくりするよ、こんな設定いつ追加されたんだって笑うよ。絶対すぐ。まさかまさかそこの設定いじるわけないからさ、えってなった俺。俺が1コメ取るわ。オッケー。じゃあ皆様、次の動画か配信でお会いしましょう。バイ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 。それではちょっとね、設定いきたいと思います。ここに行ってコントローラーなんですよね。この一般に行くとフォートナイトのコントローラーが出てくるんですよ。これ面白いよね。で、これ変なボタンなんだけど、これちょっと見栄えはちょっと置いといて、とりあえずこれに設定します。適用って。この設定はきっと、フォートナイト自身のインプットの、ラグを抑えてくれるのかなと思ってます。前、Xbox の設定、表記設定してれば速くなる、インプットラグがなくなるとか言ってたんですけど、もしかしたらこれはフォートナイト自体は本当にあるのかもしれない。ワンチャン玉詰まりの問題もこれで解決されるかもしれない。それはどうなんだろうね。玉詰まりは、あんまり感じなかったのは確かにあります。たまにね、切り替えが早すぎると感じてしまうことも多々あるので、それは意識していきたいと思います。もしかしたら、玉詰まりもないかもしれないので、ぜひともコメント欄で教えてください。キャプテン、あんまり玉詰まりなくなったよとか、全部コメント読んでるので、ぜひともお願いします。愛してます。あと、この後ね、実はね、あれ、2回目なんだよ。で、1回目も結構勝ってたんだけど、録画できてなかったんだよね、タイマンのやつ。で、NVIDIA で切るだけ録画できてるから、それを、この後ちょっと載せるんで、よければ最後まで見てくれたら嬉しいです。じゃあ、バイバイ。あと、チャンネル登録と高評価絶対にお願いね。これ使って、みんなが使ってんの見て、あー、これめっちゃいいとか思いながら、俺のチャンネル登録してなかった俺、本当に許さねえかんな。愛してるよ。バイバイ。危ねえ。おお、うまっ。ふん。ん？危ない。危ない。あー。編集早かった今。今編集早かったね俺。やば。どこ行った？キャッチぐるぐる回るのやめて。最後までご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録よろしくお願いいたします。この動画が面白いと思ったら高評価も忘れずに。他にも面白いビデオたくさんあるからよろしくね。じゃあな。